はいどうもこんにちは、こんばんは、ゆじたそでございます。デカチンです。なんでデカチンです。はい、はい、デカチンさんでございます、はい、あのね、前回動画にね、出てたあのデカチンさんが来てくれました。これ決してね、下ネタではありません。下ネタでございます。でね、本日は、デカチンさんと、商品紹介でございます、うん、でね、ちょっとね、さっきセブンイレブンに行ってたらね、面白いものを見つけてまいりました。セブンじゃない、え、あそこ何、ファミリーマートじゃない、サークル系、サークル系サンクスでございます。サークル、もう分からんね、もうサークル系とかセブンとかもうイレブンとか全部一緒、うん、はい。でね、面白いものを見つけてきました。それがこちらでございます。まあ引き続きポテトチップスなんですが、いきましょう。ポテトチップス、いちごのショートケーキみたいなね感じで、はい、ポテトチップスいちごのショートケーキでございます。これデカチンさん、どう思いますか、うん、うまいと思いますか。うん、全く思わん、全く思わない、うん、俺でもとちおとめを使ったの。とちおとめ、国産とちおとめを使用した、うん、だから、うん、って感じやな。 OK、 いちごのショートケーキ味、これね、なかなかないでしょ。まあ甘酸っぱい感じの味なんでしょうね。ただショートケーキの味がちゃんとするのかどうか、いちごのね、ということで食べてみたいと思います。それではまあ開けて、匂い、まず匂い、いきます。匂い、何こぼれとうと、お前何してん、何してんの、あらあらあら、はいはいはい、匂い、まず一発目の匂いね、はい、いきましょう。全然、あ、普通、全然普通、あ、ちょっとイチゴの匂いする、わかんねえ、はい、まあそれではいただきましょう。実食、うわまつ、あ、うわわからん、あ、うん、あ、あのね、口に入れた瞬間、確かにイチゴのショートケーキの味がします。あのショートケーキ全部こう入れた時に、もうスポンジ、ちょっとイチゴがついた生クリームがついてるスポンジのとこの味、うんうん、若干イチゴの味がして、で後味が味のついてないポテトチップスみたいな感じやな、うん、後味がなんかちょっと薄い味のついてないポテトチップス、ノーマルポテトチップスみたいなの、塩とかついてないね。でも口に入れた瞬間はいちごのショートケーキの味が若干します。な、まずくはない、まずくはない、ただうまくもない、うまくもない。だからいちごショートケーキの味っていう意味でこう食べると、うん、入れた瞬間、入れた瞬間はちゃんにイチゴショートケーキの美味しい味がする、うん、入れた瞬間はイチゴショートケーキの美味しい味がして、すぐに味が消えて味のないポテトチップスの味がするみたいな感じ。直樹さん食ってみる、うん、あかん、卵さんでチクイオーケあかん、わかった、だからな、前回からポテトチップスばっかり商品紹介しようやけど、まあ、採点基準は海苔塩味あるやん、海苔塩とか薄塩が、ま、九州醤油の方が好き、まあ、九州醤油とかあれが90点、あっこは90点っていうのを稼いして、これ何点か出た、 10点、辛いね。僕はまあこの名前としてインパクトとしては欠けるけど、あ、名前のインパクトだけで味が負けとるけ、まあでもまずいってことはないかな、まあ40ぐらいやない、うん、次買うかって言われたら買わないと、買わないということでね、まあでもネタとしてはいいかもしれんな、うん、なんでまあ足して割って30点ぐらいやね、もう25点か30点ぐらい、まあ、30点やね、30点ぐらいです。まあでもね、ネタにはなるので、女の子とかね、まあ、好きかもしれません、女の子とか好きかもしれんな、もう俺ら男なんで分かりません、どうだろう、名前がデカチンだぐらいなんで分かりませんってなわけ、関係ある、いや、まあこれぐらい男っぽい関係ない、まあ、ってことで、まあこれはね、
女の子は受けるかもしれないんで、まあ、またよかったらネタとしてね買ってみてはいかがでしょうか。それではね、本日の動画もこれにて終了でございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。